マイケル・ドゥハンは、オーストラリア・クイーンズランド州、ブリスベン出身のオートバイレーサー。1992年以後のエントリーネームは、ミック・ドゥハン。1994年から1998年まで、ロードレース世界選手権 500cc5 年連続チャンピオンを獲得した絶対王者。アニ・スコットもオートバイレーサーである。性は、同伴と表記される場合もある。 1987年に TTF1 世界選手権日本ラウンドにプライベートチームから出場3位入賞し注目を集める。1988年スーパーバイク世界選手権日本大会第2レースで優勝。ちなみに日本ではこの年までマイケル・ドーハンと呼ばれることが多かった。1989年同郷の先輩ワイン。 ガードナーのチームメイトとして、ロスマンズ・ホンダチームに加入し、ロードレース世界選手権 500cc クラスに本格参戦を始める。1990年に 500cc 初優勝。1991年には、ヤマハのウェイン・レイニーとチャンピオン争いを繰り広げるなど徐々に頭角を表し、ホンダの新エースとしてチャンピオン候補と目されるようになる。1992年シーズン。 ホンダは NSR500 に不等感覚位想度爆方式のニューエンジンを搭載し、エースライダーとなったドゥーハンに託した。このニューマシンを狩るドゥーハンは開幕4連勝を記録し、第7戦ドイツ GP でも勝利するなど、シーズン半ばにしてポイントを大きくリードした。しかし、第8戦オランダ GP での予選走行中に転倒を喫し、 右足に一時切断も検討されたほどの重傷を負い、以降の4戦を欠場。この間に、ポイント差をレーニーに猛追されたドゥーハンは、第12戦のブラジル GP と最終戦南アフリカ GP に強行出場するも、結果4位。このレースで2位に入ったレーニーに、土壇場で逆転され、3ポイント差で王座を逃した。翌1993年も後遺症に苦しんだが、 辛抱強く戦い続け、イタリア GP で復帰後初優勝を挙げる。シーズンオフに、右足の再手術を受けて臨んだ1994年は、右足もいえ、自ら開発と熟成に尽力した、NSR500 に乗るドゥーハンは他を寄せ付けない、パフォーマンスを発揮した。デビュー6シーズン目にして、念願のワールドチャンピオンを獲得した。以降、岡田忠行。 アレックス・クリビーレラチームメイトの挑戦を退け、1998年までタイトル5連覇を成し遂げた。この5年間は全ての年で5割を超える勝率を記録し、特に1997年は15戦中12勝の年間最多勝記録をマークした。しかし、タイトル6連覇のかかる1999年シーズン、第3戦スペイン GP の予選走行中に、 高速の左コーナーで激しく転倒し、右鎖骨、左手首、右膝を骨折する大怪我を負い、残るすべてのレースをキャンセル。その後も翌シーズンからの復帰を目指したが、体の状態は事故前までには回復せず、2000年シーズン開幕を前に引退を表明した。引退後は、ホンダレーシングの GP アドバイザーなどを務め、バレンティーノ、ロッシ、 加藤大二郎らをサポートした。ドゥーハンのライディングの美点は、滑らかなスロットルコントロールと言われる。従来のエンジンよりも、出力特性が滑らかなビッグバンエンジンは、ドゥーハンの意見を取り入れて開発されたものだったが、ドゥーハンは上昇時代をよりピーキーなスクリーマーエンジンで戦うことになった。また、右コーナーと左コーナーで大きく、ハングオフの姿勢が違うことでも知られている。 1992年オランダ GP で負った負傷は、手術後の経過不良により一時は、右足切断も危ぶまれるほどだったという。復帰後も後遺症として、日常では右足を引きずり気味にしていた。また、通常のバイクでは、右ペダルにあるリアブレーキを操作できなくなったため、特別に左ハンドルに親指で操作するレバー式のブレーキが付けられていた。 右足はリハビリの成果でブレーキペダルを踏めるまでに回復したが、その後もレバー式、リアブレーキを好んで使用し続けた。ありがとうございます。